コンスタンティン・ハンセン・ビルヘルム・マーストラン、コンスタンティン・ハンセンはデンマークの画家である、デンマーク王国時代の芸術家の一人である。人気のある肖像画家、ハンス・ハンセンの息子としてローマで生まれた。すぐに父親の活動拠点の一つであったウィーンに家族で移り、父親が家族の肖像画を描いたモーツァルトの未亡人、コンスタンツェ・モーツァルトが、 コンスタンティンの名付け親になった。12歳からデンマーク王立美術院で建築を学ぶが21歳になった時、海外に展示、1824年からクリストファー・エカスベアの指導を受けた。この頃両親が相次いでチフスで亡くなり、妹を養わなければならなくなり、父親に依頼されていたいくつかの仕事を引き継いでいった。1835年に数年間の 外国留学資金を与えられ、ベルリン、ドレスデン、プラハ、ニュルンベルク、ミュンヘンなどを経て、イタリアを訪れた。ローマを拠点に、ナポリやポンペイも訪れた。イタリアでは、ローマに滞在していた、デンマーク人芸術家たち、彫刻家のベルテル・トルバルセン、画家のヤーン、ローズ、クリスチャン・ケップケ、ゲオルク・ヒルカーたちと、イタリア各地を旅して、作品を描いた。 8年間のイタリア滞在の後、ヒロミューン編でフレスコ画の技法を学んでデンマークに帰国した。デンマークでは1844年から1853年の期間をかけて、コッペンハーゲン大学の施設に壁画をヒルガーと描いた。ヒルガーが装飾を描き、ハンセンは神話の人物を描いた。1846年に結婚し、1854年に 王立美術院の教授に任命された。1864年に王立美術院の会員になった。娘のエリーゼ・コンスタンティン・ハンセンは画家として有名になり、もう一人の娘、クリスチャン・コンスタンティン・ハンセンはタペストリーの作家となった。ありがとうございます。